夏祭り楽しいね。さて、次はどの屋台へ行こうかな。ねえねえ、かき氷食べない。かき氷電車到着です。かき氷はいかが？電車の中でかき氷が食べれるよ。いいね。よし、かき氷食べよう。ご乗車ありがとうございます。かき氷電車出発進行。さあ、かき氷どの味がいい？好きなのを選んでね。どれにしようかな。じゃあいちご味ください。僕はメロン味で。ちょっと待ってね。はい、お待ちどうさま。冷たくて美味しいね。おや、隣の車両からひんやりとした風が入ってくる。ここは冷凍庫みたいだね。この車両にはかき氷用の氷を置いているんだよ。かき氷いっぱい作れるからどんどん食べてね。ひんやりして気持ちいいけど、ここにいると冷えちゃうね。向こうの車両へ行こう。こっちは氷の迷路みたいになってる。だんだん寒くなってきちゃった。隣の車両へ早く行こうよ。きゃあ冷たい。かき氷が降ってきた。かき氷になっちゃう。急げ。あ、もうすぐ出口じゃない。ちょっと待って、行き止まりだ。僕たちもかき氷になっちゃう。よいしょ。ペンギンさんだ。ここから向こうへ行けるよ。んじゃ。ふう、かき氷になっちゃうところだったね。あ、花火だ。かき氷最高。ひんやりおいしい。かき氷お化け電車になってみよう。それでおしまい。秘密の箱にはご覧いただきありがとうございました。いいねもしてね。チャンネルページにはいろんな動画がある。